初代カーノック男爵、アーサー・アン・ニコルソンは、イギリスの外交官、貴族。1899年から1916年にかけては、第11代順男爵サー・アーサー・ニコルソンの名で呼ばれた。第10代順男爵、サー・フレデリック・ニコルソン提督とその妻メアリー・ロッチの間に長男として生まれる。ラグビー校を経て、オックスフォード大学。 ブレイズノーズカレッジに進学したが、学位を取得せずに退学。1899年、順断借位を継ぐ。1907年、サンクトペテルブルクにて、栄露教省に調印した。1882年に、この絵第五流気平連隊所属の将校、アーチボルド・ローアン、ハミルトンの娘であるメアリー・キャサリン・ハミルトンと結婚し、三人の男子、一人の女子を設けた。 出展1916年、カウンティ・オブ・スターリングにおける、カーノックのカーノック男爵に除される、ザ・ヒストリー・オブ・ザ・ジャーマン・コンスティテューション。ありがとうございます。